あっぱれ。やってます。ゆうか浜口です。有野です。ドラクロの杉です。山本さやかです、うん、ようやくお正月もお仕事をするようになりました。谷マニアです。おお、すごいじゃない。どういうことですか。もう入ったの。お正月お休みかなと思ってたんですけど、うん、1日から、うん、なんかリポーターみたいな感じで、いいじゃない、はい、生放送、うん、が決まって、うん、なんか最初はお正月1日から入るのかと思ったりもしたけど、うんうん、あ、なんかそれって芸能をやらせてもらってて、うん、いいことなのかな、うん、ポジティブにね、ポジティブに、ザッツバラエティやけどな。そうですね、うん、だからまあ、そうですね、はい、あの、よくいいことだったのかなって思って、ようやく今4年目ぐらいなんですけど、うん、毎年休んでたので普通に、うんうんうん、頑張ろうって、まあ、素晴らしいじゃないですか。いいことですよ。いいことです。1日2日で終わるって感じよね。そうですね、うん、12月31日に入って、うん、地方でやることになって、うん、そうなんだ。そうなんですよ、中継みたいな感じで、やることになって、そういう迎え方もまた楽しいんじゃないですか。そう、違う感じ。そうですね、だからそれはそれで楽しみって思っていいのかなって思ったんですけど、うんうん、皆さんありますよね、お正月とかもお仕事するときも。まあまあありますよ、いろいろ、なんかネタ番組があったりとか、うんうんうん、それで終わりな感じが毎年やったんじゃないかな。なんか2日に終わるみたいなイメージありますよね、うんうんうん、ちょっとずれて終わるみたいな、はい、そうですよね、うん、そのモチベーションどうしたらいいのかなとかってちょっとあの帰るとき大阪に帰省しようとしたらちょっと空いてるとかね。ああ、うん、ずれてるから、もう正月の、まあ、夜とかは、うん、高速道路なんかびっくりするぐらい空いてますよ、うん、確かに確かに、うん、なんかこれが終わったら旅行やとか遊べるとか、うんうん、なんかそんなんでなんかテンション上がるけどな、うん、確かに。そっちを考えてる、ね、終わりであのもう親連れて旅行とか行きゃいいじゃないですか。あ、でも2345でどっか行こうかなって考えてて、うん、まあ、海外は多分行けないですけど、うん、沖縄とか、うん、そのこと考えて仕事してんじゃないの、うん、そうですね確かに12月とかね、11、12月は。でも新しい正月を迎えようとしますちょっと腹くくらなあかん感じやちょっとなんか嬉しいようなどっちかなって感じなんですけど、まあ、楽しみに。でもなんか家族とか喜ぶんじゃない。ああ、すごいなって、まあ、そうですね、確かに。親戚一度集まったところでね、谷ちゃんが出てる可能性もあるじゃないですか。そうです、生放送なんでね、確かに。まあ、そうですね、そう思えば。そうですよ、頑張ろうかなって。そう思えばって完全にちょっとちょっとゆっくりできねえやみたいな。違う違う、本当にここ何日かで言われたんですよ、うん、だからなんか、うん、あ、正月も仕事なんだなって。断れよ、ありがたいから。もういい、そんな思ってないもん、はい、頑張ります。さやねなんかどうするんですか。私はどうなんですかね。歌番組とか結構生であるやん。年末は結構あるので。あるよな。はい。だ、あ、生でか。それこそ紅白やとかな。そうですね。カウントダウン系のやつとかもあります。そうか。当たり前なんだ。大忙しだ。そうですね。グループの時は年末から、しかも元旦が、その NMB グループの時はなんか、その劇場の公演開始記念日みたいな感じだったので、絶対1日は紅白があったんや。ずっと。そうか。休み中もあるもんね。休み中があるもんね。そうですね。劇場はね。そうか。うん、じゃあ、ゆっくりできんだ。もう今の方がなんなら。そうですね。まあ、三が日はちょっとあるけど、はい、まあ、そうですね。お正月休みはありますかね。全然違うわ、生活が。そうですね、うん。歌手の人って大変ですね。でも、そうですね。そういう時こそ、なんかこう、出られるのがね、その、うん、ありがたいものとかがやっぱりあるので。小さい頃見てたやつとかな。うん、そうです、そうです、うん。確かに。見る側にとっては、なんかこう、年末感って面白かったもんね。確かに。どの番組見ようっつってさ、ね、テレビ欄で、なんかもう、テレビジョンとか買って丸つけてさ、確かに。こことか、ここ被ってるからどうやって撮ろうとかさ。この大御所とこの人が絡むんだとか、あ、ワクワクしてたな。あら、あら、今も丸六とかあるからね。確かに。何番組も撮れるしね。そうですね。そうやな。ため息ついちゃったよ。ついてない、ついてない。頑張ります。頑張ります。おせちとか食べんの？あ、毎年食べてますね。あ、そうなんや。すごいね。はい、ちゃんとしこしこ。お父さんも食べてらっしゃるんですか。一緒に食べます。日本のばあちゃんち行って、お母さんが。お父さんこれ何これみたいな思ってないんですか。いや、それがお刺身とかもすごい好きだし、日本の食べ物結構好きなんです。そうか、クリキントンとか食べてるんですか。食べますね。カズノコとか。そうそうそう。でも外国の人って案外日本食好きですよ。
へー、へー、納豆とか、うん、納豆も、うん、へー、まあ、俺なんか親が作るそのおせち全然好きじゃなかったけど、なんか基本薄ら甘いなって、ね、なんか薄ら甘いあ、煮物とかなのかな、煮物とか、うん、煮物とかでほらあの日持ちさせるようにこう、うん、結構調味料入れるじゃないですか、うんうん、そしたら保存ね、保存とかそういうのでなんか、うん、いやなんでこんな味だよ、甘いなっていうおせち大好きだな、好きなんだ、うん、何が好きなの、何入ってるので、入ってるので、うん、数の子、数の子好きですね、あとあれ名前が出てこない、やおせちじゃないかもしれないんですけど、栗きんとん違います、あコロコロそういやそれはもうコロの歌詞違う違う何やろマルテってあんの一度食えるわ、いやもうその年始に食べて一年目が出るようにっていう、うん、何でカントリーマーム違う違うそんなで出んの目が一年中だあれじゃないですか、なんかその根菜系のやつ、根菜茎茎じゃない、ちゃうな茎ちゃう、何でしたっけ、うわ毎年食べるのに、いっぱい言ってみようぜみたいなやつです、あのちょっと目がゆりね違います、うん、出てて、うん、あの出てこない名前がゆりねなんだよ、苦いの頼むよ、苦いです、甘いの苦いのなんだよ、キュウリ違う、パクチー違う違う、キムチ違う、いやキムチじゃないだろう、あの芋みたいな感じです、芋に目が出てるみたいな感じで、里芋みたいな、球根違うゆりね、くそ、里芋くわいです、あーくわい、そうだ全然出てきやがった俺らは、くわいって言われてそれが分からなかった時の俺の恥ずかしさ、あーそっか、爪みたいなやつな、そうです、私も分からなかった、くわい食ってた、くわい毎年食べさせられてて最初はちょっと苦くて苦手だったんですけど、うん、めっちゃ好きになりました、うん、へー、うん、年齢だ、うん、大人になってから、そうなんです、食べないですかくわい、くわいなんか食うことないわ、そっか、おせち食べないと、食べないな、うん、お年玉はどうするんですか。まだもらえます。うそ。24歳。いやもう詐欺だ。それってなんかあるんですか。だってお父さんからしたら私一生娘なので。うん、あそうだよ。お父さんからもらえる。稼いでるんだから今度お父さんにあげるようにしないと。あ娘があげるんですか、ね。か、うん、当たり前だろ。うん、そうだよ。お父さんちょっとそこ正座しなさいっつって。新年の挨拶はって。逆それは。そうなんだ。いやそれはそうよ。お父さんが、うん、そしたらお父さんとかがこれありがとうねって言ってずっと貯めててっていう。ええ話やな。いい話になるでしょう。あ子供が親にあげるんですか。うん、そうそうよ。おばあちゃんとか大事に置いとく、ね。そうそう。知らなかった。でそのお金をまあ使うか使わないか分かんないけど、まあ例えば谷ちゃんが子供を生まれた時にそのお金でなんか買ったりとか。そうなんです、ね。そうそうそう。知らなかった。またもらうか。いやあげるって言われたらもらっちゃうから。もらおうぜ。はい。あげるんですかお母さんとかに。あげたことあったっけな、あったような気もするしな。意外とあげてねえな。さやねあげてんでしょ。私両親は私ね、祖父母は渡しますけど、うんうん、両親には渡してないですね。へ、うん、知らなかった、うん。そうそうそう。もうおばあちゃんにあげたら必ずおばあちゃんその後泣くっていう。うちではもう一個の。そうなの、ね。あのタクがっつって、いやおばあちゃん毎年あげてるよ。そう。年間行事なの。はいはい。それは。じゃあ私もあげようと。うんおいいね。あげた方がいいよ。今年みんなあげましょうじゃん。知らなかった。あげましょう。俺あげてるわ。はい、ずーっとあげてるわ。どうしよう。浜口さん、あげろ。いくらあげたらいいんですか。いくら。いやでもいくらでも喜んでくれるよ。1万円とかでもいいし、そんなあげすぎてもあれだから。向こうがありがとねって言えるような金額で、もらいすぎたら気使っちゃうだろうし。そうか。もらえないよこんなにって言うかもしれない。あでもこれお父さん聞いてはんねやろ。聞いてます。期待するで。え？金額ですか、はい、金額もやし今年俺もらえるやったやったそうそうそう、お母さんと一緒なのかなとかお母さんには内緒にしといた方がいいかなとか二人まとめてですか一人一人に、うん一人一人の方がいいんじゃない、はい、まあ別にお父さんとお母さんはそんな気使わないから、まあ、はいじゃあ、ね、お年玉お年玉で ありがとうねで、うん、おおええ話だなうん、全然大人の仲間入りですね、はい、そうまさかの俺は浜口さんあげてると思ったんですよ、うん、いい話やなってあげますよね記憶がな、ま、あんまないな、うん、そうそうそうです記憶がないってことあげてないね全然あげてない記憶ないねもうだんだん慣れてくるまず帰らへんからな
あ、そうですね、なるほど、慣れてくると、え、もうこれだけみたいな言ってきたりそうなんです、それちょっと嫌やな、